レプトン。レプトンは素粒子のグループの一つであり、クオークと共に物質の基本的な構成要素である。軽粒子とも呼ばれるが、素粒子物理学者がこの名前で呼ぶことはほとんどない。レプトンという語は、軽いを意味する、と粒子を意味する設備語音から1948年にレオンドーゼンフェルトによって作られた。レプトンは現在の実験的事実から、 内部構造を持たないとされており、クオーク、ゲージ粒子及び、ヒックス粒子と共に、標準模型を構成する素粒子のグループである。レプトンは、電荷を持つ家電レプトン及び中性のニュートリノと、大きく分類することができる。標準模型におけるレプトンは、家電レプトンである電子、μ 粒子、タウ粒子、及びニュートリノである電子、ニュートリノ、μ ニュートリノ、タウニュートリノの6種類があり、 それぞれに半粒子が存在する。現在までにすべてのレプトン及び半レプトンが実験により発見されている。電子、ミュ粒子、タウ粒子の電化は負であるが、それらの半粒子である非電子、半ミュ粒子、半タレウ粒子の電化はである。また、スピンはすべて1、2である。最もよく知られているレプトンは原子の主要な構成物の電子である。これは ほとんどすべての化学反応を司り、物質の化学的性質と密接に関わっている。カデ電レプトンは他の粒子と結合して、原子やポジトロニウムなどのような様々な複合粒子を形成することができる。一方、ニュートリノは他の物質と相互作用することはほとんどなく、その結果観測されることは滅多にない。レプトンは6種類、フレーバー存在し、 三つの世代を形成する。第一世代の電子レプトンは電子である。第二世代の μ レプトンは μ 粒子である。そして第三世代のタウレプトンはタウ粒子である。電子の質量は家電レプトンの中で最も軽く、より重たい μ 粒子とタウ粒子は粒子崩壊、高質量状態から低質量状態への変換の過程を経てすぐ電子に変化する。 このように電子は安定であり、宇宙の中で最も多く存在する家電レプトンである。一方のミュウ粒子とタウ粒子は、宇宙船や粒子加速器の中で起こるような高エネルギー衝突の中しか生成されない。レプトンという語が定着した後に発見されたタウ粒子は陽子より大きな静止質量を持っており、一方で近年スーパー赤みオカンデ実験により、ニュートリノも 質量を持つことがぼ確実となったが、測定限界以下の質量しか持たない。粒子の質量は、ヒックス上の対称性の破れで獲得されるとされ、ヒックス粒子の解析と、ニュートリノの質量測定の努力が続けられている。レプトンは、電化、スピン及び質量など様々な固有の性質を持つ。クオークやグルーオン及びそれらからなるハドロンとは異なり。 レプトンは強い相互作用の影響は受けないが、他の三つの基本相互作用の重力相互作用、電磁相互作用、ニュートリノは中性であるため電磁相互作用に関与しない及び弱い相互作用の影響を受ける。すべてのレプトンのフレーバーについて対応する反粒子が存在する。この反レプトンは、レプトンのいくつかの性質が大きさは等しいが符号が逆になった値、半数を持つ。 しかしながら、ある理論によっては、ニュートリノは、マヨラナ粒子であり、自身と同じ反粒子を持つとされるが、現状ではその性比は分かっていない。電子は、陽子や中性子と共に原子を構成する。電子の代わりに、ミュ粒子やタウ粒子で構成される、異種原子やレプトンと、反レプトンで構成されるポジトロニウムなども、構成することができる。 古くから電気現象として知られていた家電レプトンである電子は19世紀中頃になって何人かの理論家たちによって理論化され1897年にジョゼフ・ジョントムソンによって発見された。次に観測されたレプトンはミュウリュウシでカール・デイビッド・アンダーソンによって1936年に発見された。これは当初中間子として分類されていた。 調査が進むと、ミュー粒子は中間子の性質は持たないが、質量が重いことを除いては、電子のような性質を持つことが判明した。1947年になって、素粒子のグループとしてのレプトンの概念が提唱れた。レプトンという名称が最初に使われたのは1948年で、ある。第一世代のニュートリノである。電子ニュートリノは、 ボルフガング・パウリによって1930年にベータ崩壊の特定の現象を説明するために提唱された。そして、これは、クライド・カワン及びフレデリック・ライネスによるカワン・ライネス、ニュートリノ実験によって1956年に発見された。ニュー・ニュートリノは、レオン・レーダーマン、メルヴィン・シュワーツ及びジャック・シュタインバーガーによって1962年に発見され、タウリュー氏は、 SLAC 国立加速器研究所及びローレンス、クレイ国立研究所のマーチンパールらのチームによって1974年から1977年の間に発見された。タウニュートリノは2000年7月になってフェルミラボのドートナットにより発見された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。